ちらをご覧いただきます。本日のゲームはコロッセオでロスデポルスで行われます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日433のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが当たるということですよね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど、まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、下がらなければいけないということがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、さあ前半見ていきましょう。横浜 F マリノス対上海上皇、エキシビションマッチをお届けしてまいります。まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと、シュート触る、しかしこれよく止めましたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく止めましたね。好セーブを見せました。このクリアボール次へつなげたい。木田、中切り込む形、うわー曲がる、F マリノスは2本目のコーナーキック。復帰からターテのボール、オスカル、オスカルからのフィードボール、中川、外側から攻めていく、アルナウトビッチ、この柔らかいパス、さあ柔らかいボール、裏を狙いましたが通りません。チャンスを演出できるか、激しいボールの奪い合い、オギア、これはファールです。幸運の注意に終わりました。直接ゴールを狙うには距離があります。ディーラトンから大きく縦、オナイユ、中川、アフメドフ、上がっていく左サイド、ここは間合いを取る、これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。仕掛けるか、いけるか、シュート、決まった、先制、前半終了間際、1対0、先制しています。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど、カウンターを仕掛けます。さあ一人で持っていく、
前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。45分間戦って1対0。さあ前半が終わりました。 F マリノスとしては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、中盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。横浜 F マリノス対上海上皇、それでは続けて試合を楽しみください。セカンドハーフ見ていきましょう。F マリノスとしてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。上海上皇が最終ラインまでボールを下げる。長いボール縦へ、スペースを狙う。いいボール入りますよ。ここでルーズボール。ディフェンスをものともしません。緩いボール、いった。ルーズボールになる。ボールがつながる。どうする、オスカル。オスカルから緩いフィードボール。これ仕掛けるか、シュート、来た、追加点。リードを2点に広げます。アルナウトビッチ。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出しててイメージが共有できてないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。アルナウトビッチ、今日2点目です。さらに1点を追加し2対0としています。上海上皇としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいでしょうね。そうですね。ボールの奪い合い激しいものがあります。上海上皇、ここでファールをもらいます。イエローカードが出ました。F マリノスとしては今日はちょっと気に合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。ミドル、北澤さん、いいシュートでしたね。決まってればね、ゲームは決まってますよね、これね。上海上皇、選手交代のようです。上海上皇、ここもしっかりディフェンスしました。アルナウトビッチ、またファールか。イエローカード、 F マリノス、今のでイエローカード2枚目となりました。アフメドフ、シュート。アディショナルタイムは4分あります。おっと、そんなに止まってましたか。オスカル、ボールファウルですもんね。今のはね、ちょっと危なかったので出るかもしれないですよ。あっと、これで2枚目のイエローカード、退場となります。審判に抗議しますが、これは認められません。 F マリノス、残るは10人となってしまいました。ユハイ、さあどうする、撫でるようなボールタッチ、仕掛けるか、いけるか、どうだ、このシュート、決めた。さらに突き放します。これで3ゴール差。
いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。素晴らしいハットトリックです、アルナウトビッチ。3、ここで笛です。3対0、 F マリノス敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。